年に一度の組み技レスリングのみの大会をやりまして、今回で4回目になります。最初の1回目は、最初で最後だろうと思ってやったんですが、まさかこのような大会が4回も、そして割と望まれる形で残っているというのが、大変嬉しいです。自分は2000年にファンクラスでデビューをいたしまして、その後来年でいわゆる3カウントのあるプロレスの方に、出始めて10年が、経過するんですが、今プロレス界はさまざまな多様な価値観が、ある業界とジャンルとなってまいりました。それこそ会場の2階から、後ろ向きに飛んだり、蛍光灯を持って相手に飛びかかることが喜ばれたり、芸能人の方が、芸能活動の一環としてプロレスをやったりとか、そういうことも全てプロレスと呼ばれることになりました。逆に自分が子供の頃から目指していたプロレスであったりとか、プロレス団体として入門したファンクラスのスタイルというのは今格闘技という名前で、プロレスではないものとして区別をされる時代になりました。それでもやはり、格闘技としてのプロレスというのをここ何回か追い求めてきたんですが、このグラップリングの大会、レスリングだけの大会、打撃の一切禁止の大会というのは、その最もたる集約された大会だと位置づけております。蛍光灯で人を殴ることも、2階から宙返りして相手にぶつかることもプロレスになったら、プロレスの試合で序盤にレスラーがやってるあのレスリングだけを用いた大会も、これは僕はプロレスだと、それはそれはすごい寝技だけの大会が今回繰り広げられると思うので期待してください。よろしくお願いします。一つだけ伝えたい人間がいるから、高山、去年の12月だったかな、お前俺に言ったよな、高橋さんもう一回一緒にやりましょうよって。その話がきっかけで俺またこうやってリングの上に戻ってきてるんだよ。今の高山、いつまでも俺はこのリングの上でお前のことを待ってる。信じて待ってるからな、俺は。